エリザベス・ホーブスはカナダ生まれの画家である。主にイギリスで活動した。夫となったスタンホープ・ホーブスと共にイングランドのコーンウォールの漁村、ニューリンで活動したニューリン派の代表的画家である。カナダ、オンタリオ州のキングストンに役人の娘に生まれた。両親から絵の才能に期待されてカナダで教育を受けた後、母親とロンドンに移り、 サウスケンジントン学校で学んだ。カナダに戻った後、1877年からニューヨークのアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークで、ウィリアム・メリット・チェースに学び、チェースの勧めで、1880年代の初めにドイツに留学した。1882年には、多くの画家の集まったブルターニュのポンタバンで過ごし、その地で描いた絵画は、ロンドンで評価を受けた。 ロンドンやオランダのハールレムで働いた後、1885年の秋に母親とニューリンに移った。1889年にニューリン派の画家、スタンホープ・ホーブスと結婚した。1893年には息子が生まれた。1891年にパリの万国博覧会の展覧会に入選し、1893年の シカゴ万国博覧会では金賞を受賞した。1893年から1899年の間にロンドンで開かれた60回以上の展覧会に出展した。1899年に夫と共にリ林に美術学校を作り、若い芸術家を育てた。1909年頃からガム発症し、闘病に入るが、1912年に没死した。 ありがとうございます。